陰や湿度の高い場所で育つものというイメージが苔にはあるが、実は苔の中には種類によって日向で成長するものがある。その日向で成長する苔を環境ビジネスにしている企業があると聞いた。地球温暖化防止のために緑化事業が盛んになってはいるが、苔が環境対策とどうビジネスにつながるのか。現在日本には2000から2500種類ぐらいの苔があると言われています。弊社で採用させていただいているのは砂苔という種類の苔になります。この砂苔、唯一日向で成長可能な種類の苔というふうに言われておりまして、夏の太陽であったりとか乾燥に非常に強い苔であります。また苔植物というのは土壌を必要としません。ですので水分であったりとか養分であったりとかいうのは葉っぱから吸収しようとします。これが苔の最大の特徴でございます。そこで日向で生息するこの砂苔をなんと屋上緑化や壁面緑化に活用しようというのが、このエコモスシステムというビジネス。2003年3月より明治大学理工学部鍛冶屋研究室にてこのシステム導入に関する研究を校舎屋上で行っております。そこでコンクリート表面温度 55.8 度、その時のパレット下部温度 31.1 度、なんとその差が 24.7 度出ましたという結果が出ております。また2006年より苔で覆われた箱と何もされてない箱2つ用意して内部温度を測定していますが、そこで2度から10度差が出たという結果も出ております。緑の減少、冷房による排気熱、コンクリートに蓄積される熱などによって引き起こされるヒートアイランド現象、その対策のために国も自治体も本格的に条例化し、ビルや工場の緑化に取り組んでいる。2004年3月から工場立地法の一部規制緩和の実施により、これまで工場緑化は地盤面だけしか緑地面積として参入されなかったが、生産施設の面積制限が緩和され、屋上緑化、壁面緑化面積を緑地として参入することが可能となった。この緩和のおかげで屋上に緑地を設けることにより、工場としては空いた土地の有効活用ができ、さらに CO2 の吸収や断熱効果もあるため、空調などの省エネルギー対策にもつながる。緑化を取り入れることで現場で働いている人たちへの安らぎや潤いはもちろん、街の景観にも配慮ができる。現在工場立地法であるとか各自治体の緑化条例で、ある一定規模以上の場合、その敷地面積内に緑地を設けることが義務付けられています。そこでどう緑化するかということがポイントとなってきます。弊社のエコモスシステムのメリットなんですが、まず自然光雨を好む苔ですので水まきは一切いらないよという点、半年に一度程度雑草を抜けばいいというローメンテナンスなんて、土壌を必要としない苔ですので、軽量であるがゆえに建物に負担をかけないという点、断熱効果がありますので室内の環境改善に役立つという点、で最後に直射日光にさらされる建物の劣化防止になるという点です。このエコモスシステムは屋上だけでなく壁面緑化としても導入可能。土を使用しないので壁面や急斜面または球体など、今まで難しいと思われてきたどのような場所に対しても施工可能な点も特徴だ。弊社ではこのエコモスシステムの他にですね、緑化事業といたしまして、マンションなどの建物の屋上に、ドッグランを施工したりとか、庭がなくても作れる小さな畑というキットなども開発はしています。ですがこれに満足することなく、これからも環境に関する事業を通じて自然豊かな地球にすることを目標として、明るい社会を築き上げることに貢献していきたいというふうに考えております。